お昼間のひととき大きな音を立てて申し訳ございません。ただいまマイクを握っております私、令和新選組、令和新選組の代表山本太郎と申します。私たち令和新選組、ここ杉並から候補者を立てております。すでに始まっております都議会議員選、私たちの候補者山名かな子、山名かな子と申します。どうかあなたのお力を貸していただきたい。最後の1議席激しく争っておりますここ杉並、最後の1議席どうか勝たせていただきたい。都民ファーストとの一騎打ち、どうか山名かな子、山名かな子にあなたのお力をどうぞ注いでいただきたい、勝たせていただきたい。後ほど山名かな子の方からもお話をさせていただきます。改めまして令和新選組代表山本太郎と申します。オリンピックの強行再開、オリンピックの強行開催、どうしてそこまで無理してオリンピックやるんですかって話なんですね。今オリンピックをやるということは引き換えになります。オリンピック開催と引き換えになるものは何か、都民の命です、都民の健康です。そしてもう一つ、オリンピックの開催により引き換えとなるものは何か、医療従事者の命です、医療従事者の健康です。当然オリンピックが開かれれば感染者は拡大する以外ない。皆さんに思い出していただきたいんです。昨年の12月、今年の1、2月、東京で感染が拡大したときに東京の医療はどうなっていたか。東京の医療、今年の1、2月逼迫していました。逼迫とは何か、救急車たらい回しです。5時間行き先が決まりません。すぐにでも入院が必要という3000人が入院先を決まりません。心臓の手術ができるような救急病院、11もの救急病院、受け入れを停止しました。今年の1、2月、ここ東京で感染が拡大したときに医療がどうなっていたかを多くの方々はまだ記憶にありますよね。そう考えた場合に数十万人単位、海外からザルの水際を乗り越えて東京に集結、そして国内でも数百万単位で移動が始まる。これによって感染は拡大する以外ありません。それに対して人の命が失われたりした場合に誰かが責任取るんでしょうか。取れません。私が責任を取るので、どうかオリンピックを開かせてほしい、そのようなことを口にする政治家も一人もいない。当たり前、そこに責任取れる人間なんて存在しません。東京の医療が逼迫どころか崩壊にまで陥ってしまう可能性がある。医療現場ただでさえ逼迫し、その中で働く方々非常に大変な思いをされている。自分の代わりはいない。自分がもしも休んでしまえば、心が折れてしまえば、もう現場は回らなくなる。そんなギリギリのところで現場の良心によってこの感染拡大中の医療も支えられてきた。それでも逼迫してしまった。東京五輪など開かれてしまえば、これは医療崩壊、それをわざわざ自分たちで招き寄せることになる。絶対にそんなことにさせちゃいけない。けれども権力は無理やり開きます。でも誰のためのオリンピックなんですか、これ。誰が得するオリンピック。明らかですよ、一握りの人間だけ。パソナが儲かるオリンピック、電通が儲かるオリンピック、そして一番は広告収入を、この五輪特需によってコマーシャルを企業がたくさん流してくれることによって一番大きな儲け手にするのってテレビ局じゃないですか、新聞社じゃないですか。五輪特需、このような飴玉を今年秋には衆議院選挙、そして来年参議院選挙、その前に大きなインセンティブ、飴玉をメディアに対しても与え、餌付けする、忖度した報道を約束するためにはこの五輪絶対開かないわけにはいかない。政権としての気持ちもよくわかるが、皆さんにとっては何の関係もない、そう思いません？東京の医療逼迫、それどころか崩壊、こんなことにつながってしまえば、あなたがコロナでなかったとしても
たとえ発熱をした子供がいたとしても病院では受け付けてもらえないかもしれない。あなたが交通事故に遭ったとしても受け入れられる病院が決まらないかもしれない。そのような状況を自ら招き寄せる政治、これを終わらせなきゃいけない。そのチャンスがこの東京の都議会議員選挙です。国がいくら間抜けでも、あなたがお住まいになっている自治体、この自治体がしっかりとしていれば、あなたへの傷、あなたの大切な人への傷は浅く済む。だからこそこの東京の都議会の選挙にはぜひ注目をしていただきたいんです。私たち令和新選組は、本来ならばすぐにでも緊急事態にならなくてよかった状況を国や東京都がご了承する東京五輪、これによって遅かれ早かれ緊急事態やってきます。またしてもお願いだけで緊急事態、こんなことを続けられたら持ちません。だからこそ東京都として1人10万円の給付金、緊急事態にするならば1人10万円の給付金をセットにしていく。東京都にはそれだけの力があります。韓国、メキシコを上回る経済力、それが東京。他にも損失補填、飲食店カツカツ困っているところに対しても東京都が損失補填をやっていける、それだけの経済力があるのが東京。一つの自治体でありながら国家を超える東京、どうか東京を機能させるためにあなたのお力が必要です。この選挙、都議会議員選挙、ぜひとも興味を持って横に広げていただきたい。必ず投票に行くようにと、私たち令和新選組、ここ杉並から山名香菜子を候補者として立てております。どうか注目いただきたい。あまりにも世知辛いこの世の中、25年のデフレ、それに加えてコロナ、社会は完全に壊れている。だからこそオリンピックまで強行されるんです。そんな世の中を変えていくためには、あなたに優しい東京都にお住まいの皆さんにとって、生きているだけでよかった、そう思える東京を作る、まず第一歩として、ぜひこの候補者に注目をいただきたい。そしてお力添えをいただきたい。山名香菜子、令和新選組、山名香菜子でございます。こんにちは、山名香菜子です。令和新選組より都議会選に立候補をしております、私が山名香菜子です。私は令和新選組が掲げている、生きているだけで自分に価値がある、全ての人がそう思えるような社会を作りたい、この理念にとても強く共感して、今回初めて政治の世界に挑戦をさせていただくことになりました。生きているだけで自分に価値がある、そういうふうに思える人であふれかえる東京、それを作っていくためには、まず最低限の生活の保障、絶対に必要です。明日の住む家、食べるもの、仕事、そういったことを心配しながら自分に価値があるっていうふうに思い続けるのはとても難しいことだというふうに思います。コロナの前からずっと貧困にあえぐ人たくさんいました。でもコロナになって余計に本当にもう生活が苦しい、自殺も考えてしまう、そういった人がどんどん増えています。こういった人たちにしっかりと手を差し伸べていくのが政治のやるべきことだというふうに考えています。東京都はとってもお金のある地方自治体です。緊急事態ごとに10万円都民全員に給付すること可能です。今すぐそういったことをやっていく必要があるのに、オリンピックの開催、本当に意味がわからない、絶対に中止にするべきです。もうすでに何人かの選手から陽性反応が出ているような状況で、これからもっと外国からたくさんの関係者、選手の人たちやってきます。彼らの命を危険にさらすだけではなく、私たち都民の命も危険にさらす政治の判断ミスだというふうに考えています。東京都はコロナ対策、そしてコロナに対する支援、それを最優先でやっていく、そして私たちみんなが安心して生きられる、そういった東京を作っていく必要があるというふうに考えています。その上で、私は全ての人が生きやすい、生きているだけで自分に価値がある、
そういうふうに思える社会を作るには経済的な支援だけでは足りないと思っています。自分に価値がある、そして自分の周りの人にも価値があるんだ、そういうふうに思いながら生きていられる人、お金があってもなかなかいません。それはやっぱり今日本の社会の中にある生きづらさが原因だというふうに思っています。多くの人がカテゴリーに当てはめられる、社会的なこうあるべきっていう姿に当てはめられることによっていろんなプレッシャーを抱えながら生きています。私は女性なので、女性としてこうあるべき、愛嬌があるべきだよねとか、結婚出産何歳ぐらいにするべきだよねっていうような、そういった抑圧、とっても生きづらいというふうに思います。でも男性も同じようにそういった息苦しさ抱えているはずです。日本の競争社会、お金を生み出していなければ価値がない、そういうふうに思わされるような社会情勢の中でずっと競争に勝ち続けるのはとてもしんどいと思います。家事とか育児、そういったことをやるのが好きでやりたいって思っていても、それを率先してやっていくことが会社の中では許されなかったりとか、周りの人から男のくせにっていうふうに思われる、そういった息苦しさ多くの人が抱えているというふうに感じています。男女以外にも今社会の中で見えないものにされてしまっている人たちたくさんいます。日本に暮らす移民の人たち、本当にひどいことが入管で行われています。命を落とす人もたくさんいます。在日韓国人の人たち、日本に長く住んでいるのに選挙権を与えられていないっていうような現状もあります。性的マイノリティの人たち、最近では LGBTQ っていう言葉だいぶ浸透してきましたが、でもメディアが流すのはやっぱりゲイの確立的な一つのイメージだけ、いろんなマイノリティ、いろんな性的指向があるにもかかわらずやっぱり一つの枠に当てはめようとする、こういった日本の社会の在り方を変えていくためには、私は一人一人がしっかりといろんな立場の人を理解して尊重し合って助け合っていく、そういった社会を作っていく必要があるというふうに思っています。そのために必要なのはお互いへの理解、尊重、これは私は教育で実現できる。知らないものって怖いです。自分がわからないもの、知らない存在、ちょっと怖いから近づかないようにしようっていうふうに思うのはとてもよくわかります。だからこそ知るためにしっかりと教育をしていく、そして分かれば打ち解け合えるし、お互いに手を差し伸べ合える、そのための教育を東京都はしっかりと自治体や学校、いろんな団体に率先してやっていく必要があるというふうに考えています。東京都が本当に多様性を受け入れられる、すべての人が生きているだけで価値がある、そういうふうに思えるような社会にしていきたい、そういった気持ちで今回立候補をしております山名加奈子と申します。ぜひ明日投票日です。7月4日投票日となっております。ぜひ投票用紙には山名加奈子と書いていただけるととても嬉しいです。山名加奈子です。応援してください。よろしくお願いします。ありがとうございます。ここ杉並から山名加奈子、令和新選組の山名加奈子の声を聞いていただきました。25年のデフレ、政治の誤りが積み重なった上でこの国には格差が開き、そして一部の者だけ利益が集中した、その中でコロナまでやってきてしまった。この中で国が徹底的に多くの底上げをしていくべきですが、残念ながら国はやる気がありません。特定の者に利益を流すことには精一杯けれども、この国の多くの人々を底上げする気はない。それは一番分かりやすいところで言えば、2020年度の補正予算30兆円も余らせました。30兆円分救える事業者を救わなかった。30兆円分救える命を救わなかった。ちなみに2020年度、自殺者20代は 20% も増えています。救える命はいくつもあったはず。国がいくらポンコツでも機能しなくても、あなたがお住まいになっている自治体、そのようなところがしっかりと仕事をしていれば、あなたの命、そしてあなたの大切な人の命は守られる。
だからこそ注目をしていただきたい。この選挙、東京都議会議員選挙、私たち令和新選組からは山名加奈子、山名加奈子が皆さんにどうかご支持をくださいとお願いをしております。最後の1議席、激しく争うここ杉並、勝たせてください。山名加奈子に一騎打ち、都民ファーストとの一騎打ち、都民ファーストもう一度信任しますか。この1年以上のコロナ禍であなたが満足をしているならば、どうぞ都民ファーストへ。でもこのままじゃまずい、そう思うなら、その先頭に山名加奈子、あなたの優しい東京を一緒に作っていくその第一歩として、山名加奈子、山名加奈子にどうかあなたのご支持を、ご協力どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。長時間にわたりまして、令和新選組代表山本太郎と、そして令和新選組の候補者山名加奈子、ここ杉並から山名加奈子でお送りをいたしました。ありがとうございました。どうかお力を貸してください。勝たせてください。写真どうする？ありがとうございます。もし皆さんの中で少しお時間が大丈夫だって方いらっしゃったら、超高速で山本太郎と山名加奈子の間に挟まれて写真でも撮っていただけないでしょうか。で、そんな写真一体何の価値があるのか、そう思われる方もいらっしゃると思うんですけれど、その気持ち一度胸の中にしまっていただき、冷やかしで結構です。どうか記念写真、山本太郎と山名加奈子の間に挟まり、どうか撮っていただきたい。撮っていただいた写真、ご自由にお使いください。 SNS などに上げていただくことも歓迎です。ちなみに SNS に上げていただくときには、必ずしも私たちに肯定的な意見でなくても結構です。私たちの写真を使いながら、私たちに否定的、私たちを笑う内容でも大歓迎です。理由は簡単で、政治について人々が物を申せないような世の中になってしまえば、これは社会は変えようがありません。なので、あなたが発信することによって、周りの方々が政治に何かしら、こんな簡単に物を言っていいのかという空気をあなたから広めていただきたい、そういうことでございました。写真どこで撮りますか。先頭は赤い棒を持った男性がいますので、スマートフォンなどで、渡していただけますと、先頭の方から写真を撮っていくことになります。あとインフォメーションはどこでやりますか。ここでやる。ありがとうございます。ネットをご覧の方々にですね、インフォメーションです。すいません、そういうものは下に出した方がいいですね。下です、真下です。ありがとうございます。ボランティアセンター開いておりますが、人手が、ごめん、手でやって、もう時間がないから手でそのまま持ってきて、はい、ありがとうございます。逆ですね、それ。はい、ありがとうございます。ボランティアセンターが開いております。ネットをご覧の皆さん、ありがとうございます。本日20時までやっております、TKP 赤坂2丁目カンファレンスセンター、ボランティアセンター、人手が足りておりません。どうかお力を貸してください。そしてですね、都民でないあなた、東京都民ではないけれども、杉並区民ではないんだ、足立区民ではないんだ、そして、世田谷区民ではないんだというあなたにもお力を貸していただけます。今言った3つの国、お友達いらっしゃいませんか。ぜひ横に広げるということでお力をお貸しください。というわけで、ボランティアセンター、そして横に広げる、これは、該当する選挙区以外の方々からもお力をお貸しいただけます。どうかお力をください。そして何より、山名加奈子でございます。ありがとうございます。というわけで、この後写真を撮ってまいります。ありがとうございました。